こんちゃこんちゃ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スタートレックに関する解説動画を投稿しています。というわけで今回は、実は日本が由来だった、スタートレックの艦船8選、について紹介していくわ。スタートレックシリーズには、数多くの艦級や、艦船が登場しているよな。そうね、今回は、その中でも、過去のスタートレックシリーズに登場した、日本が由来になった艦船や艦級について紹介していくわ。今回紹介するものは、劇中で実際に登場した艦から、言及だけされた艦、書籍などで設定だけ記載されている艦など様々よ。だから、もしかしたら視聴者の方でも知らない艦が、あるかもしれないわね。それは楽しみなんだぜ。なお、今回紹介する艦の解説には、ノベルなどの非正史の内容も含まれるから、そこのところは、ご了承お願いします。みんなも、こんな種族や艦船を紹介してほしいとか、リクエストあればどんどんコメントよろしくなんだぜ。あと、もしこの動画を気に入ってもらえたら、チャンネル登録、グッドボタンを押してもらえると、動画投稿の励みになるんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめに紹介するのは、USS 本州よ。レジストリーナンバーは、NCC-60205。24世紀の惑星連邦宇宙艦隊が保有していたネビュラ級の宇宙艦よ。本州だから、由来は日本の本州か。そうね。スタートレックディープスペースナインヌ、第135話、不滅の悪意に登場した艦ね。ディープスペースナインに登場した艦なのか。USS 本州の劇中での役どころは、宇宙歴号 1408.62、カーデシアの中央司令部に属する軍人、ガル・デュカットの裁判のため、第621宇宙基地までの輸送任務についていたわ。同艦には、ディープスペースナインの司令官である、ベンジャミン・シスコ大佐も乗艦していたけど、突如、カーデシアの駆逐艦と遭遇し、撃沈されてしまうという、役どころよ。ちょい役だけあって、あっけないんだぜ。ちなみに、シスコとデュカットは同じシャトルに乗って脱出に成功していて、他の生存者も、USS コンステレーションや USS ディファイアントに救出されて無事だったわ。次に紹介するのは、USS 九州ね。収益は、2327年。レジストリーナンバーは、NCC-65491。24世紀の惑星連邦宇宙艦隊が保有していた、ニューオーリンズ級の宇宙艦よ。九州ということはやっぱり、日本の九州地方が由来か。そうね、エンサイクロペディアにも、九州は日本の衛星ロケット発射施設のある、同国の主要な4つの島の一つにちなんで名付けられた、と記載されているわ。種子島宇宙センターのことかな。新スタートレック、第75話、浮遊機械都市防具、後編に登場した艦ね。USS 九州の劇中での役どころは、2367年に発生した、ウルフ3号級の戦いに参加し、他の39隻の艦と同じように、防具キューブに破壊されてしまったという役どころよ。USS 九州は、戦闘後の残骸として登場していて、シェルピー少佐のセリフの中で、USS メルボルン、USS トルストイと共に出てくるわ。戦闘シーンとかはなく、まさかの墓場で登場だったとは。次に紹介するのは、USS 沖縄ね。レジストリーナンバーは、NCC-13958。24世紀の惑星連邦宇宙艦隊が保有している、エクセルシオール級の宇宙艦よ。今まで紹介してきた艦は日本の島が、艦名の由来だったけど沖縄ということは今度は都道府県が由来か。スタートレックピカードで出てきた、デイストローム研究所も、確か沖縄だったな。そうね。USS 沖縄はスタートレックディープスペースナイン、第83話、地球限界霊前編、で言及された艦ね。USS 沖縄は、ベンジャミン・シスコが、USS サラトガの副長として赴任する以前に配属されていた艦よ。当時の艦長だった、レイトン大佐によって、ベンジャミンは少佐に昇進し、USS 沖縄の副長を任されることになったわ。ベンジャミンはサラトガの前にも、副長経験があったんだな。その期間に、USS 沖縄は、連邦戦記地戦争に従軍したという記録が残っているわ。次に紹介するのは、USS 山口ね。レジストリーナンバーは、NCC-26510。24世紀の惑星連邦宇宙艦隊が保有しているアンバサダー級の宇宙艦よ。アンバサダー級というと、同型艦に USS エンタープライズ C があったな。山口ということは、日本の山口県が由来か？これに関しては由来がはっきりしていないわ。ただ、山口は日本人だと割と一般的な名字だし、地方自治体でも山口県があるからね。そのどれかが由来だと思われるわ。なるほどなんだぜ。USS 山口は、
スタートレックディープスペース9第1話、聖なる神殿の謎前編、で登場した艦ね。劇中ではセリフでの言及もなく、エンサイクロペディアなどの書籍にも記載がない艦だけど、公式での説明では、ウルフ3号級の戦いに参加した艦の一つで、USS 山口は、USS サラトガが防御キューブのトラクタービームに捕らえられた際に、USS ベレロフォンと共に防御キューブへ攻撃を加えたけど、案の定効果はなく、そのまま、ベレロフォン、サラトガもろとも、防御キューブに撃沈させられたわ。セリフがないということは登場しなかったってことか？いや、この画像のシーンで映ってる一番手前の艦が、アンバサダー級だから、これが、USS 山口だったと考えて良さそうね。次に紹介するのは、USS 大和ね。レジストリーナンバーは、NCC-71807。24世紀の惑星連邦宇宙艦隊が保有しているギャラクシー級の宇宙艦よ。大和ということは、由来は旧国名の大和の国か？それとも、第二次世界大戦の大日本帝国海軍の戦艦大和か？まさかまさかまさかの、宇宙戦艦大和か？そうね。由来は第二次世界大戦で、大日本帝国海軍の機関だった戦艦大和よ。当時の多くのスタッフに日本のアニメファンがいたから、宇宙戦艦大和が由来だと思われがちだけど、脚本家が独自に、戦艦大和を由来、ということにしたそうよ。なるほどなんだぜ。USS 大和は、新スタートレック第28話、闇の住人と、第37話、埋もれた文明に登場した艦ね。珍しく、複数回登場している艦なんだな。第28話、闇の住人では、2365年前半、ナギラムと呼ばれる生命体が作り出した宇宙の穴と呼ばれる空間に、USS エンタープライズ D が閉じ込められた際に、その空間の中で USS 大和と遭遇したわ。この時、日本語吹き替えで、データ少佐が、USS エンタープライズ号より、宇宙戦艦大和へ、応答願います。と発言したのには、ファンも驚いたわね。粋な計らいなんだぜ。データ少佐を演じた大塚芳忠さんが、後に宇宙戦艦大和のリメイク版で、真田志郎副長を演じてるのも何かの縁なんだぜ。第37話、埋もれた文明では、2365年にアイコニア人の残した、コンピューターウイルスによって、USS 大和の反物質抑制システムが故障を起こし、艦は爆発。USS エンタープライズ D は、連絡を受けて急行したけど、艦長以下、乗組員は全員死亡してしまったわ。次に紹介するのは、USS 赤城ね。レジストリーナンバーは、NCC-62158。24世紀の惑星連邦宇宙艦隊が保有しているライジェル級の宇宙艦よ。赤城ということは、大日本帝国海軍の空母赤城かな？そうね。空母赤城は、真珠湾攻撃の際の機関で、その後のミッドウェイ海戦では、米海軍の空母、USS エンタープライズ CV6 による攻撃で大破した艦としても知られているわ。何か因縁を感じるんだぜ。USS 赤城は、新スタートレック、第101話、クリンゴン帝国の危機、後編と、スタートレックディープスペース9、第131話、花嫁の試練で登場した艦ね。複数のシリーズに登場した艦なんだな。USS 赤城は、2368年、クリンゴン内戦の際に、ロミュラン帝国がジュラス一派援助するのを妨害するために、ジャン・リュック・ピカード大佐によって臨時編成された、ピカード艦隊に参加しているわ。この時、ミッドウェイ海戦でエンタープライズと共に戦った、ホーネット CV8 に由来とする、USS ホーネットも、USS 赤城と共に共同戦線に参加しているわ。何かそういうのいいな。2374年には、ドミニオン戦争の際、USS 赤城は第9艦隊に編入されて、米上政系の守備に割り当てられているわ。この艦は劇中で破壊されなかったんだな。次に紹介するのは、USS 金剛ね。レジストリーナンバーは、NCC-1710。23世紀の惑星連邦宇宙艦隊が保有しているコンスティテューション級の宇宙艦よ。コンスティテューション級ということは、初代の USS エンタープライズと同じ艦級か。それで、金剛ということは大日本帝国海軍の戦艦金剛かな？そうね。スタートレックシリーズの生みの親、ジーン・ロッテンベリーが、自身の太平洋戦争従軍経験において、印象に残ったのが戦艦金剛で、それに基づいて、命名したとされているわ。なるほどなんだぜ。この艦も USS 山口と同じく、劇中でのセリフはなく、公式の書籍にも一切記述がない艦よ。ただ、映画第6作、スタートレック未知の世界で、奪還作戦の作戦計画書の画面に映っていない部分に、USS 金剛が見られるわ。映っていないのか。これは映像化されてないと言っても過言ではないんだぜ。設定自体は、古くから存在していたらしく、USS エンタープライズのプラモデルのデカールに、金剛のものが含まれていたそうよ。
最後に紹介するのは、アキラ級宇宙艦ね。アキラ級は、24世紀から25世紀にかけて、惑星連邦宇宙艦隊で運用されている艦級よ。アキラか、ちょっと何が由来なのか思いつかないんだぜ。アキラ級の名称は、大友克洋氏のアニメ映画、アキラに由来しているわ。なるほど、アキラは有名だよな。映画のレディプレイヤー1にも出てくるし、アメリカ人もよく知ってるアニメかもしれないな。アキラ級は防具による、第二次太陽系侵攻の際の決戦となったセクター001の戦いや、ドミニオン戦争で、前線に投入されているわ。アキラ級は、劇場版第8作スタートレックファーストコンタクトで、セイバー級やスチームライナー級といった新型艦と共に登場した、いわゆるモブ艦級だけど、その後の、スタートレックディープスペース9で、重要な戦闘任務に参加しているのをよく見かけるようになったわね。意外と人気がある艦級なんじゃないかと思うぜ。取り上げてほしいって、リクエストも何件かもらってたしな。今回の解説は以上です。今回は、実は日本が由来になった、スタートレックの艦船8選について紹介したけど、わかってくれたかな？よくわかったんだぜ。設定が存在するけど、セリフだけだったり、書籍にも載ってない艦があったり、意外と知らなかった艦が多かったんだぜ。今回紹介したものは、まだ一部分だけで、他にも日本が由来になった艦船はあるから、今回の動画が好評だったら第2弾として紹介しようと思うわ。他にも解説してほしいものや、感想などがあったらコメントもらえると助かるんだぜ。できれば、グッドボタンチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。長寿と繁栄を。